それでは僕が案内します。行きましょう。よろしくお願いします。今日はここでどんなことやってるんですか？今日はこちらにあるように生物科学科の、各研究室の中のどういうものをやるかっていうのの紹介をしています。生物科学科にはこう3つのフロアがあって、これ回ってくるんですけど、これをまあ30分ぐらいで手際よくどういうところがあるのかっていうことをやっています。講義室とか実習室とかも回るので、そういった意味では面白いんじゃないかなと思います。普段の研究室の内容がちょっと覗けるという感じでしょうか？そうですね。各研究室やってる内容を、どういう具合のことをやってるかっていうことを一つ一つ、本当に1分ぐらいずつになりますけど、手際よく話していくので、生物科学科の研究がどういうことあるのかっていうのはよく分かるんじゃないかと思います。まずこのすごいでかいカエルいると思うんですけど、牛ガエルと呼ばれてまして、もともとはアメリカ原産のカエルになるんですが、日本で繁殖してしまって数が増えすぎてしまったので、これを飼育するためにはこういった札っていうかシールというのが必要なんですが、環境省に申請をして許可を得ないとこちら飼育ができないという生物で、ちょっと飼育などには少し気をかけなきゃいけない生物になっています。で、手前の熱帯ツメガエルと奥のアフリカツメガエルというものがあるんですが、どちらもアフリカ原産のカエルになってまして、どちらもよく実験に用いられるとてもメジャーなカエルになってます。出会う機会がないというのもあるので、ぜひこういう時に知っていただければ。もともとあまり動かないエネルギーを使わない。全然動かない。さっきめっちゃ動いた。そうなんですね。どうしたの？揺らしたりとかぐらいしかないので。そんな感じ。なんで？一匹動くと見ちゃう。もあります。ちょっと抵抗ありましたけど。これが、向こうとかすごい一周してるので最初はするんですか？ちっちゃいやつ。ありがとうございました。で、次は主要人保育園になります。の発生と再生をやってる研究室になります。で、こういう研究、最近だと iPS 細胞とかで再生医療が注目を浴びてますけど、そういうのも、基礎研究になる実験をやっているところです。まだ動いてます。え、待って。病気を減らしたり治療に役立つような研究になります。スワンが本当だ、すごい。こっち側に晴れてると富士山が見えるところに。すごい。見学の方どうでしたか？いろんな研究室があってすごい面白かったです。難しそうだったけどすごい楽しかったです。皆さんもぜひ遊びに来てください。